席までただいまより小学5年生男子慶応級1回戦を行います。赤ゼッケン558番大友白ゼッケン559番大場皆様のご協力をお願いいたします。最後に今大会の準備を行うことで説明いたします。今大会では出場する選手が合計試合の選手の皆様が使用するサポートにつきまして失格企画を行うことでおります。著しく劣化したものや保護部分が著しく異常しているもの、また血統などの合格部位が著しく露出しているものを使用した場合は失格とさせていただきますのでお注意ください。ただ血統などを下がり熱を減らさずに手指コーヒーの剥がれ落ちは失格や注意一時とはなりませんが、著しい剥がれ落ちによってスチールが広範囲に露出している場合などは失格となる場合があります。降下した破損部分が持参した場合、目が入ったり足で踏んだりして相手の怪我、選手の怪我などの原因となることを十分に注意されてください。規定外の防具を使用した場合は失格となります。プラスチックのヘッドガードやパンチンググローブ、縦3連セパレートの膝サポーターやローキックサポーター、またインナーベストなどの腹部なども保護しているものも使用できませんのでご注意ください。なおインナーシールドは意味ではなくあくまでも意味です。パールバックやアンダーガード、チェストガードの道着外側での着用は失格となりますので必ず道着内側での着用をお願いいたします。ただいまの試合、白大場選手の判定勝ちです。道着回が脱げ落ちた場合失格や注意位置とはなりませんが、赤ゼッケン560番田村、白ゼッケン561番松本、心臓振動パッドの着用位置に制限がございませんので、こちらが外側までの着用が可能です。赤帯に頭をつけての着用不備の失格となりますが、不備を指摘されたらすぐに準備が出れば失格ではなりません。赤帯は途中で止めていませんように腰の周りを一周させて受け入れしてください。それか携帯電話、指輪、ネックレスなどの金属類を持ったまま行為をした場合の失格です。防衛検査員により意味を指摘された場合は速やかに絶対ベースで防衛したくていただくことになりますので、選手の皆様は今一度ご使用するサポーターの不備や点が十分に確認されるようお願いいたします。では審査員に防護検査員、運営スタッフが失格に対する責任は一切追いかねますので、各選手が自己責任で準備して対応してくださる強いお願いいたします。またセコンドランナーをご紹介してまいります。セコンドの皆様をお願い申し上げます。セコンドの皆様が試合に挑戦する選手の努力や勇気を尊重し、対戦相手の努力を上回り試し合える応援や友情を大切に、先ほども丁寧にしていただきたくお願いいたします。また選手が試合に集中できるよう試合の進行や防具や道具のチェック、それから運営上の注意や失格規定をよくご確認の上選手のサポートをお願いいたします。またルールマナーをお守りくださいますようお願いいたします。立ち上がったり試合場を叩いての応援や対戦相手を罵倒する行為、また試合前後の大声での叱咤叱責、行き過ぎた指導行為などをお控えください。第3試合目、前面赤562番石丸、白前面563番関口、では引き続いて試合を進めてください。
アリーナに入ると15秒アリーナに入ると15秒選手と2名のサポーターまでです。それ以外の方はアリーナに入場してください。アリーナから飛び合ってもらいました。アリーナに入るのは第2グループの5試合前までの選手及び予定と2名までです。それ以外の方はアリーナから退場してください。アリーナ内での立ち見は禁止です。アリーナ内での立ち見観戦は禁止です。なお、道具設備ではセコンド席および5試合前まで引っ掛ける席に着席した方のみに撮影ができます。立ち上がっての撮影はご遠慮ください。アリーナ内で立っての撮影はご遠慮ください。ほら行け、川原くらげろ、戻って早くして、手を戻して早くして、そうアリーナ西側トロフィーを受け取ってもらえますか。
して、男子決戦だ、いいぞ、それでいいよ。第3グループで、まだ軽量のマットライスの選手が、東側の軽量とまで越しました。なお、軽量の新選手が失格となります。軽量は12時半の終了です。573番
佐藤。
して第11試合目を行います。赤ゼッケン578番高橋、白ゼッケン579番池田、正面にね、前に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 
いまの試合、赤松橋選手の判定勝ちです。続きまして第14試合目、赤ゼッケン584番沼田、白ゼッケン585番田中、まもなく計量を
終了いたします。第3グループでは慶応東京大会第1グループアリーナ東側にお越しください。なお慶応マネージメント失格となりますのでご注意ください。まもなく慶応を終了いたします。第3グループでまだ慶応東京大会選手の東側スコアが最終グループアリーナ東側に向けてでお願いいたします。アリーナの柵に捕まって完成しているのか、先ほど位置に戻りくださいアリーナの柵に捕まって完成しているのか、立ち見完成しているのかお使いください。アリーナ内での座り込みや立ち見完成は禁止となっています。皆さんのご理解をお願いいたします。ナイスいいよ、パチゲパチゲ、先に塗りかかって完成しているのか、アリーナ内での立ち見完成Come on, come on.
試合、白中村選手の判定勝ちです。第18試合目、赤ゼッケン566番、日向、白ゼッケン568番、森川。
白佐藤選手の判定勝ちです。続きまして第20試合を行います。ここで審判団の交代を、この後審判団の交代をいたします。ゼッケン赤573番佐藤、174番中村、ゼッケン577番北川、はい、後ろ目切れ、はい、
一色選手の判定勝ちです。第22試合目、赤ゼッケン582番松橋、白ゼッケン585番田中。Thank you.
試合、白松本選手の判定勝ちです。ただいまより小学4年生女子軽量級1回戦を行います。第24試合目、ゼッケン赤519番吉田、白ゼッケン520番高着。正面に礼、中心に礼、互いに礼、構えて守備。より小学4年生女子軽量級
第26試合目の試合を行います。赤ゼッケン523番佐久間、白ゼッケン524番名倉。それ以外の方がアリーナに入った場合は改めて試合を休止する可能性がございます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。アリーナ内での立ち見観戦も禁止です。アリーナ内での座り込みも禁止です。また試合が終わった選手は速やかにアリーナから退場してくださいますようお願いいたします。赤、ゼッケン525番、石黒。白、ゼッケン526番、近持。OK! OK! OK! ちゃんと、そうそうそう、オッケーオッケー、さあ下げてね、さあオッケー、下げて下げて下げて、オッケーオッケーオッケー、いいよ、いいよ、それいいよ、オッケーオッケーオッケー、おい今こそ棒男や、さあ行け、さあ来て押せ、さあオッケー、ナイスしろ、オッケー、後ろに巻いて出てくよ、そう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 、伸ばす足バタバタしないよ、ピアト動いて、サイド動け、それ気をつけて、そう、だけね、オッケーオッケー、脇絞っといて、そうオッケーよ、ピアト全部儲けないよ、そうオッケー、ピアトラスト40な、その距離、その距離、その距離だよ、そう、左パンチ、あれ左パンチ、オッケー、いいよいいよ、ラスト35、そう、ピアトこっから、あいの30、30、右サイド、オッケー、オッケー、ちゃんと、オッケー、そう、下けど、前ダウンタウン立てて、そう、もう一回、もう一回、そう、ライス、
ただいまの試合、白中村選手の判定勝ちです。続きまして第29試合目、この試合をもちまして審判団の交代を行います。赤ゼッケン566番日向、白ゼッケン573番佐藤。
赤中村選手の判定勝ちです。第31試合目、この試合を持ちまして3分間の休憩に入ります。赤ゼッケン585番田中、白ゼッケン588番松本、正面にエイ、主審にエイ、長いにエイ、続けいいよ
出して、そう、そう、いいよ、いいよ、いいよ、はい、そこ、そう、ナイスカード、はい、30、ラスト30、吉田選手の判定勝ちです。続きまして第33試合目、赤ゼッケン523番佐久間、白ゼッケン525番石黒。
して第35試合目この試合をもちまして5分間の休憩に入ります。赤ゼッケン574番、中村。白ゼッケン588番、松本。5年生
生男子軽量級決勝戦を行います。第37試合目、なおこの試合をもちまして5分間の休憩に入ります。赤ゼッケン573番佐藤、白ゼッケン588番松本、正面にエイ、右回りだ、右回り
入場者の皆様は西側のトロフィー引き換え場所のトロフィーを見ていただきます。トロフィーは隠れ入れておりますが、また記念撮影は1階東側のフォトスポットをご覧ください。終了後は速やかにアリーナから退出してくださいますようご協力をお願いいたします。そこだ、そうすけ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 、そうの結果、赤佐久間選手の優勝が決定いたしました。